Quatrième partie. La succession de la famille Ichinose durait des jours et des jours. Cependant, aucune solution ne fut trouvée pour cette succession. Aucune des deux filles ne voulait lâcher du lest. Elle ne cessait de répéter que la fortune n'était pas une chose à partager, mais à s'approprier. Cela rendait le pasteur de plus en plus soucieux. デパートの9階が燃えています。すぐその下の階では高級ブランド製品の安売りバーゲンが行われていました。数人の心ある人はデパートの入り口で上は火事だから危険だと叫んでいました。しかし大勢の人はその言葉に耳を傾けることもなく中に入ってきました。しばらくすると1階のフロアではガスマスクと酸素ボンベを販売し始めました。やがて防火服まで売り始めたのです。人々はそれらを争って買い漁り上のバーゲン会場を目指して上がっていきました。危険だと分かっているのに欲望を満たすために人間は知恵の限りを尽くします。またそれにつけ込むように新しい商売が生まれます。人間は弱いものです。だからといって欲望に化けては危険なのです。神も多分私は罪を犯してますね。ちょっと前の話なんだけどさ、ラブホテルとホテルのアイヌ子みたいなホテルってあるじゃない。あんたさ、この間私とセックスには興味なくなったなって話しとったよ。だからちょっと前の話って言ったじゃない。だからラブホテルとビジネスホテルのアイヌ子みたいなホテルあるでしょ。プチホテルっていうの。そう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 、うんうんうん、そこのホテルに男と行って支払いの時にカウンターに男が立ってたわけよ、うん、はい、それで。でもさ、そういう時ってさ、なんかこう近くにいたら悪いじゃない。まあ、だからちょっと離れたところでこうやって待ってたわけよ。ヒューマンの姉ちゃんアキコみたいにそっと見守ってたわけ。そうなの。それでさ、男が私のとこ戻ってきてさ、なんて言ったと思う。なんて言った。かけえな、だって嫌な男だと思わない。すまん、割り勘にしてって言われよりマシちゃうの。ねえ、どうも動くしさ、振ってどうする。いや、なんて言うんでしょうか、私はその男性にお会いしたこともありませんし、なんなんでしょう、照れ隠したっぽいして。あ、照れ隠しか。牧師さん、今ひとみちゃんのこと哀れに思って言うたやろ。そんな。だってさ、考えてもみーや、それがひとみちゃんじゃなくって二十歳の女と入ったホテル代やってみ、高いと思えへんかったと思うで。そりゃそうですよね。年齢の問題かよ。じゃなくってトータル的な問題言うたったらよかった。なんて。貸しとこかって。きっちり利子もらうで。うちとこ高いでって。二人でよく話し合ってください。話せば必ず解決の道は開きます。お金に執着するって生きることに執着することよね。自分の生き方を貫きたいから揉めるんよね。どっちかが先に許してくださいっていうのかが勝負よね。貧乏するとさ、お金に目いくやんか。お金が人生じゃないっていう人は金持ちだもんね。楽しむためのお金をケチってる男ってなんか好きになられへんわ。ああ、わかる。楽しむことも我慢して貯金してる男って魅力ないわよ。あと、お金出した分を回収しようとするやついるいる。これだけ飯食わせてんからエッチさせろとかさ。女もそうだけどさ、男ってお金の使い方から結構その人が見えんのよね。そうそう、デート連れて行ってもらった店がこんなとこ普段けえのちゃうのこの人見え張ってるわとか思ったら胸がキュンとなるやん。男は見えを張ってた方がいいじゃない。そりゃそうやねんけど、頭のてっぺんから足のつま先までブランド品やったりしてみーな。いややで、警戒するもん。
この人一体何やってる人なんやろ。家でカップラーメンすすってんじゃんとか想像してまうわ。Les humains étaient possédés par le charme de l'argent. On commença à mesurer la valeur des gens avec l'argent. On croyait que l'argent pouvait remplacer l'amour. L'argent passait avant l'amour.Et les humains pensaient que cela était juste. Dieu retint son souffle et répandit le poison.